こんにちは、ジオちゃんのお時間です。シーラカンスは生きている化石と呼ばれ、非常に珍しい魚として有名ですが、この魚の泳いでいる姿を実際に見てみたいと思う方は多いのではないでしょうか。しかし、現在、日本はおろか、世界中のどの水族館も生きたシーラカンスを展示していません。それではなぜシーラカンスを飼育することができないのでしょうか。そこで今回はシーラカンスの生態を見ていくとともに、飼育できない理由について解説していきます。ジオちゃんでは生物についてできるだけわかりやすく解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まず水族館で飼育できない一つ目の理由として、シーラカンスの商業ベースでの展示が禁止されていることが挙げられます。シーラカンスはワシントン条約第一類絶滅寸前種に指定され、1991年より輸出入や商業利用が一切禁じられ、生きた個体を見ることは不可能なのです。シーラカンスとはシーラカンス目に属する魚類で、化石種も原生種も含めた総称のことを言います。シーラカンス目は多くの化石種によって存在が知られており、古生代で盆地に出現して広く世界の水域に栄えました。古生代と中生代のシーラカンス目はかつては世界中の淡水域や浅い海に広く分布していたと考えられています。体型、体長も様々なものが知られ、タイのように体高が高く扁平な体型をしたしや、アンコウのような丸い形の種もいました。また淡水、非水域に生息したシーラカンス目マウソニア科の中には、推定される全長が 6.3 メートルにも達する巨大な種も知られています。しかし約6550万年前の大量絶滅期を境に、ほとんど全ての種が絶滅しました。長らくシーラカンス目は全て絶滅したものと考えられていましたが、1938年に南アフリカの沖合で原生種が発見され、学会や世界を騒然とさせたのです。このシーラカンスの発見の経緯について詳しく知りたい方は、以前の動画絶滅していなかった生物3選をご覧ください。このように以前は非常に栄えていたシーラカンス目でしたが、現生しているのはラキメリア属の2種のみとなっています。アフリカのコモロ諸島周辺に生息するラキメリアカルムナエと、もう1種インドネシアのスラウェシ島沖に生息するラキメリアメナドエンシスです。この2種に形態的な差はほとんどなく、顕著な違いは体色のみで、前者は黒に近い濃紺色、後者は褐色となっています。シーラカンスの生息数は調査が難しいため明らかではありませんが、コモロ諸島での研究では1000匹ほどしか存在しないとされています。このようにシーラカンスは絶滅の恐れがあるため、商業目的の取引は禁止されているのです。次にシーラカンスを飼育できない2つ目の理由として、生きたまま捕獲するのが難しいことが挙げられます。シーラカンスは海底150から700メートルに住む深海魚で、海底洞窟を住処としています。この静かな海底で頭部を下に、尾を上にした逆立ちのような姿勢で一点に静止しています。これはおそらく獲物を待ち受ける独特の捕食行動と考えられています。彼らは基本的に深海に住む魚やイカを食べるようですが、解剖された個体には50センチメートルほどのアナゴやサメが丸ごと入っていたものもありました。これまでコモロやインドネシアではシーラカンスがごく稀に漁船のトロール網などにかかり捕獲されてきた例があったものの、深海で生息しているシーラカンスを生きたまま捕獲することはほとんど不可能と言えます。最後にシーラカンスを飼育できない理由として、水温、水圧の変化に非常に弱いことが挙げられます。深海は深くなるほど水圧が高くなります。例えば深海 1000m では指先に約 100kg の力がかかります。このように深海で暮らす生き物たちは凄まじい圧力の中で生活しているのです。そのため深海生物は高い水圧に耐えられる得意な生態に適応、進化したと考えられます。彼らの体は脂肪や血液などで隙間なく満たされているため、深海の水圧に耐えることができているのです。また浅い場所に住む魚は浮き袋に気体が入っているので水圧で潰れてしまいますが、
深海魚は浮き袋や内臓に気体の代わりに油を入れているので水圧に抵抗できています。深海魚の中でも圧力の変化にかなり広く対応できる種類は通常の水圧でも飼育は可能です。水族館で飼われているそういった一部の深海魚は徐々に減圧して通常の水圧に慣らしています。しかしシーラカンスは水圧の変化に非常に弱い生物です。シーラカンスの浮き袋にも空気ではなく油脂が詰まっていて水より軽い油を浮き袋に蓄えることで浮力を得ているのです。このように深海の特殊な環境に適応したシーラカンスは水族館の水槽では生きていけません。また深海では水温が低いため水温の変化にも気をつけなくてはいけません。近年の研究でラティメリアカルムナエの鱗を分析したところ従来考えられていたより5倍も長くおそらく100年ほど生きるということが分かりました。しかし現在の技術では野生化のように長生きさせることはできないようです。またもし仮に飼育できる施設ができたとしてもシーラカンスを繁殖させるのは難しいでしょう。彼らは卵胎生でメスは5年間も子を身ごもり、オスとメスで若干異なるものの生まれた子が成熟するにはおよそ55年もかかるといいます。このような繁殖率の低さからシーラカンスを増やしていくのも難しいようです。シーラカンスは人間の食料として不適切な類となります。彼らの肉は油、尿素、ワックスエステルなどの化合物があり人間の消化能力では消化できない物質が多く含まれているのです。味は非常にまずく下痢を引き起こす恐れがあります。このようにシーラカンスは食べると人体に悪い影響を与える魚であるため基本的に避けられますが意図せず網にかかってしまう混獲が問題となっています。また極端な気候変動などの脅威に対して非常に脆弱な魚でもあります。どうしてもシーラカンスを見てみたいと思う方は静岡県沼津市にある沼津港深海水族館のシーラカンスの冷凍標本を見てみてはいかがでしょうか。シーラカンスミュージアムと名付けられたこの水族館の展示スペースではワシントン条約に規制される前に捕獲された3体の剥製標本と2体の冷凍標本が展示してあります。冷凍のシーラカンスを見られる水族館は世界初です。福島県のアクアマリン福島では2体のシーラカンスの標本を見ることができます。この2体はそれぞれラティメリアカルムナエとラティメリアメナドエンシスで2種同時に見られる水族館はここだけです。また水族館以外にも国立科学博物館でシーラカンスの科学標本を見ることができます。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。